はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで、今週のクイックアップデートまとめとなってます。期間が1月の28日から2月の4日17時か18時頃までです。そして今回の今週の景品、豪華景品なんですけども、チーターレトロというそこそこね、速い車両なので、ぜひ当ててみてください。色も結構ね、いいですね。ルーレットは1日1回しか回すことできませんが、それを無限に回す方法もあるので、ぜひ参考にしてみてください。では今週の割引車両なんですけれども、ここストライダーという車両が割引来ていますけれども、これ3人乗りでかなりおもちゃなので、お金にね、余裕ない人とか、まあ無理に買う必要はないかなと思います。本当におもちゃの車両っていう感じで、遊び用です。そしてそれ以外の割引がレジェンダリーモータースポーツ、今週はありません。また南サンアンドレアスの車両も今週は割引がありませんでした。そして今週、初心者さん必見のコサトカというね、割引が入っています。これコサトカ全割引なんで、一番ねおすすめです。このコサトカというね、潜水艦、なぜおすすめなのかというと、この本体を買うだけでカオペリコボートができます。そして新車両追加で、このトラックが追加されているんですが、ペガサス車両なので、これね、お金に余裕がある人だけは購入してみてください。これがかなり戦闘に役立つとかそういうことは多分なくて、本当にこれもおもちゃみたいな感じなので、ペガサス車両、個人車両ではないということなので、改造が基本できません。なのでお金に余裕がある人、またこのミリタリー系とか、またこういった撮影をしたいよっていう人向けの車両だと思ってください。ではそれ以外の戦闘車両の割引を見ていきたいと思います。他にも、車両いくつかね、戦闘割引あります。アーデントという車両です。これ一応銃がマシンガンついているような車両ですね。またボディーペイントもいろいろな柄があります。そしてそれ以外にもカーゴボブ2種類来ています。左と右のカーゴブの性能は基本同じです。要するにボディペイントが違うだけで、普段は右のカーゴボブジェットサムというのはすごい高級です。それがまあ大体同じぐらいの10万ドルぐらいのね、魚っていう感じで売られているということで、まあ最低限必要かなっていうのはカーゴボブ左側でいいと思います。車両やいろいろなオブジェクトをこうやって吊るしていろいろね、移動させることができると。CO のね、車両調達ミッションみたいな、そういったことに結構使えるかなと思います。そしてそれ以外の割引はこのようにほとんどありませんでした。今回施設系も割引はなく、なんといっても今週のおすすめはもうコサトカです。今回戦闘車両のコサトカ、本体価格普段は220万なんですが、これが160万台となっています。またこのコサトカは本体買うだけでカヨペリコゴートをソロでできる。で、準備の調達に関してムーンプールの中のヘリですね、スパローっていうのを購入しておくと調達がめちゃくちゃ楽になるので、お金に余裕が出たらスパローを買うことをお勧めします。なのでそれ以外の装備ってのは基本何もつけなくていいかなと思います。本当にカヨペリコゴートやるんであれば、それだけであれば本体とスパローだけでいいと。で、報酬2倍のジョブは敵対モードのダイヤです。まあこれもね、先週に引き続きみたいなところあるので、後で映像をね、見せていきます。では今回の新車両なんですけど、ペガサスから軍事で要請することができます。ペガサス車両っていうのは基本的にカスタムができなくて、呼んだら壊れたらまた呼べるっていう感じなんですけれども、今回のね、トラックの特徴としてはね、まあ、10人乗っても大丈夫っていう感じの車両です。まあただそんだけです。なのでこういった感じの雰囲気で、じゃあ山を登ってみるよとか、またはね、軍事基地の周りをうろうろしてみるよとかいうね、撮影向きなのかなと思います。またこれ、助手席、後ろの席乗ってる人は乗りながら敵を撃つことができるということで、まあ結構遊び用かなっていう感じです。まあ今回の車両ね、160万ぐらいするので、まあ本当に160万、お金があまりない人にとっては無理に買う必要はありません。ではそれ以外のね、対爆性能ですね。まあ基本ね、ペガサス車両というのはほとんどが一発でぶっ壊れてしまいます。今回の車両も一発で壊れちゃいました。
では報酬3倍のジョブ今回あります。これ地下基地機動作戦センターのジョブが報酬3倍ということで、これ1人じゃできないんですけれども、2人から4人のジョブです。でこれどうやってやるかというと、地下基地を所有していて銃器密造の売却を数回やるごとにこれジョブが解除されていきます。2回とか6回とか12回とかね、そんな感じで徐々に解除されていくので、基本左上のやつがすぐまあできるかなという感じです。2回ぐらい売却すればすぐできます。でこのジョブの特徴としては2人1組でねできます。4人でもできます。開始したらこの車両に乗り込み、助手席の人がずっと銃を撃つっていう感じですね。こういった感じで目的地がだいたい5個ぐらいね更新されていき、そこに行くと、メリーウェザーのカーゴボブがいると。でそれを助手席の人の銃で撃ったり、まあ、運転席の人のねピストルとかは使ってもいいです。でまた敵が結構出現するのでそれを倒しながら行く。これをだいたい5回ぐらい繰り返していきます。まあ、この時にね、こんなねでっかい飛行機の中から後ろからね敵がね出てきて撃ってくるという、まあ、映画のシーンのような部分もあるので、ぜひチャレンジしてみてください。またこの、Dune FAV という車両なんですけど、クラクションのボタンを押すと近接地雷を、設置できるので、例えば高速道路とか後ろから追手が来ている時はそれを設置することで敵を倒すことが運転席の人もできます。で報酬が3倍なので、敵を倒すごとに例えば 25RP が入るのもそれも3倍になってて、フレンドさんとドライブを一緒にするというのも普段 200RP が3倍になってるとか、このように報酬もかなり高いです。なので初心者さんはこの招待が来たらぜひ参加した方がいいです。またもう一個簡単なやつあります。この APC というのを使うんですけど、これめちゃくちゃ簡単で、ただこの APC に乗りながら敵の攻撃はほとんど受けません。で、あとは水の中へ潜り、リブリーザーをつけて物を回収する。あとはそのまま APC に乗ってクリアするっていうだけで、ほとんどね、これもね、敵に攻撃をね、受けることなく、できるかなと。でいて、結構距離があるので時間をかけることができます。ミッションの報酬はだいたい15分がマックスの報酬で、このように5万ドルを超える報酬を手に入れるので、ぜひ今週はこういったミッションをやってみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。